陳薫は朝鮮の小説家。映画脚本家。本名は大将。号は薫。本願は清少陳。啓蒙作家とも称される。代表作は常緑樹。1901年9月12日、元ウ流の英東北ロリオツに生まれる。父は陳昇。長兄の陳友昇は言論家。次兄の陳明昇は牧師。14歳の時。 慶城の慶城第一高等普通学校に入学するが、1919年の3.21運動で、独立万歳を叫んで、憲兵隊に逮捕され6ヶ月間、西大門刑務所に投獄された。出国後、北京へ亡命し、上海、南京を経て、広州の石膏大学に席を置き、劇文学を学んだ。この頃、李東霊、李氏霊、玄一派、連音等、 劉将劉珍国と知り合う。1923年に帰国、安広氏柱と知り合い、最章1、理系孫、理将一万、金英八林南山らと劇文会に参加する。翌年には、東亜日報社に入社した。東亜日報に連載した、美人の藩という翻訳小説から、陳の名が、紙面に登場するようになった。映画界でも名を載せ、 最初の映画小説、仮面踊りを東亜日報に連載し、1927年には夜明けを原作から脚色、監督までこなして、吹っ切りさせた。1930年代には日本側の圧力を受け、受難の日々を送った。朝鮮日報に連載した東方の愛人が、当局の検閲で中止を余儀なくされ、同志に不死鳥を連載したが、これも当局から、 経済停止処分を受けた。1933年に発表しようとした詩集は、その半分以上を検閲で削り取られた。経済的に不安定であった陳は、京城を離れ中世南道唐津軍に創作に打ち込む。名作、上緑樹は、筆行者と名付けられた新築の家で書き上げられた。この作品が、東亜日報総監15周年記念検証に当選する。 賞金の一部で、上緑学院を設立。上緑学院は、後の上緑国民学校の母体となった。陳は、上緑樹の映画化に取り掛かり、客職、配役まで整えたが、またも、当局の妨害に遭い、実現できなかった。この頃、ジョーチフスにかかり、大学病院に入院する。1936年9月16日、ジョーチフスが原因で逝去した。 その以外は、軽気道、隆飛と軍ぐん消え画面新大鳥里の墓に埋葬されている。ありがとうございます。